話がだいぶ初対じめてきちゃったな。こういう話って好きなね。私別に怒ってやしないわ。少し悲しかったね。ごめん。なにペッティングって知らないの？愛のことよ。君は声を出す方かい？は？女は男を楽しませ、男は女を作り変える。変天限りない女の愛の姿。この間ね、密告されたのよ、この近くの料亭さん。はあ、売春法ってやつか。でもね、恋人同士なら構わないんですって。さあさあさあ、善は急げ、川は泳いでる。守るも攻める枕がねえの、トン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 。パパ、おい、私困んない。お互いヤブはよそうじゃないか。歓迎して、ね、パパさん。ほら、こいつで貴様を殺し、俺も死ぬ気だったんだ。奥さんの方こそご亭主が他の女のところに帰らなきゃならなくした、そのサービス不足っていうか愛情の不足っていうか、それを恥じた方がいいわね。筒井が式を早めたっていうのもあなたのようなアバズレが一緒に大酒を飲んで筒井の体を壊して死にけたからですよ。それは何ですか？盗人だけだけでいいとはあなたのことですよ。若尾綾子、フランキー坂井の初顔合わせに、大英初演出の川島雄三が流麗なタッチで女性の悲しみと喜びを描く文芸大作